にちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日のアクセサリーのコーナーです。です。今日ミキティ。ミキティです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか髪色変わると雰囲気が変わりますねってめっちゃ言われます、うん。めっちゃいい。私その色すごい好き。またね、ちょっとずつちょっとね、またもう日々変化が楽しめるね、ミキティはね。今日はね。よし、今日はなんだ。ちょっと変わったケースを持ちました。ミラー？そうです。ミラー、もうミラーも本当ミラー。うん、あ、本当にミラー。なんか本当にミラー。これ鏡じゃん。そう。アイデンティティの、うん、バックミラーケースっていうケースなんですけど、バックミラーに使われてるミラーってこと？かもしれない。ちょっとどちらかわかんないですけど、うん、そういうケースなんですが、まあここまでねミラーなのも珍しいんですけど、実はこのケースミラーだけが特徴じゃないんですよ。てかまあミラーは特徴なんですけど、ものすごく丈夫なんです。丈夫？そう。えって思うじゃないですか。あのこれね、例えばドライバーとか、うん、トンカチとかでガン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 叩いても割れないんです。え、どこ？ミラーが？ミラーが。え、なんか防弾ガラス的なやつ？そう、なんかそういう特殊ガラスみたいでものすごく丈夫、割れない。割れない。だ、普通ミラーって落としたら割れる。割れるじゃないですか、うん、普通にあの化粧ポーチとかに入ってるやつも、そう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 、ポーチポンって落としちゃって、うん、あのファンデとミラーがバキバキバキみたいな、うん、悲しみ。それがない、ない、まあ、ないというか、一応120センチ、 1.2 メートルのところから落下をさせる実験に耐えているっていうね、ガラスなのにめちゃめちゃ割れにくいんですよ。なんで、まあ、いわゆるこれはねタフネスケースの部類なんですね。なるほど、うん、そのミラー、そう、珍しいね。珍しいですね。ほとんどないと思います、こういったもの。で、まあ、かつ本当にミラーなので身だしなみチェックとかも全然できるんですよ。うん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 、めちゃめちゃいいですよね、うん、あのなんか iPhone で私結構やるんですけど、うん、あのちょっとだけ確認したい時に、うんうんうん、あの手鏡をね持ち歩かないんですよあんまり、うん、からわざわざ iPhone でカメラ起動して、うんうん、あの前のインカメにして、うん、なんか確認をするんですけど、うんうん、これだったらだってこう、うん、そう、あの目にゴミ入った時もなんかこうやってできるね。できる。しかもあのミラー付きケースって結構多いんですけど、うん、あのなんかちゃんと映るミラーじゃない場合ってあるじゃないですか、うん、ちょっとある、うん、あのボヤーンとして見えるというか、うんうん、これはねガチミラー、本当に綺麗に映るミラーなので、うん、よくやるね、よくやるね、大きくやる、よくやります、よくやったちゃんと映るミラーなので、うん、そういった本当身だしなみチェックがねしやすい。できる、できる。外すのはこれ簡単。外すの簡単です。普通にあのハードケースと同じようなはめ方をしています。ちょっと硬いかな。あ、後ろのミラーのところだけちょっと硬いけど、うん、あ、ええ、こう、あ、これね2層になってる。そうなんですよ。はー、なるほど。今取ったらミラーと割れちゃって、え、ってなっちゃったけどこうなってんだ。そうそうそう。で、背面の部分のここがミラーなんだ。ミラーなんです。で、これがめちゃ硬い。でこれちょっと今まず傷ついてるんですけれども、うん、これはあえてさっきガンガン叩いた、ガンガン叩いたんですよ。本当に割れないのかなって気になって、うんうんうん、でね、傷はつきます。傷はつきます、うん、傷はつきます。でも割れません。なるほど、うん、結構叩かれてるよ。あのね、うん、結構叩きました。結構叩いてるねだってなんかちょっと割れないよとか言われると割りたくなるじゃないですか破壊衝動、破壊衝動、破壊衝動に駆られちゃった。そのドライバーで割れなかったんですよ。で、その近くにあったのがレンチって分かりますか、うん、なんかこういうなんか鉄のね、うん、重いやつ、うん、でね、うん、やった。すげえ。ちょっとなんか絵的に怖いので、うん、ここではちょっとやりますね。ミキティがレンチなんかそう、ちょっとね、絵的に怖いのでやりませんけど、ちょっと期待されてるかもしれないので見たかったって言うかもしれないですけど、それでもやりました、ね、割れませんでした。割れなかった、うん、割ってやりたかったな割ってやりたかったちょっとね、割ってやりたかったな、割ってやりたかったな、割れませんでした。あ、つけるのも簡単だね。簡単です、うん、あの普通タフネスケースって結構ねつけたりするのがちょっとめんどくさい場合とか多いんですけれども、うん、これはね割と簡単です、うん。
で、あの縁の部分とかは、TPU、柔らかい素材でしっかり衝撃を吸収してくれます、うん、ここだね。透明のところは何なんだ。透明のところはポリカーボネートかな、プラスチック素材かな。なるほど、硬いここ、あとはそのいわゆるタフネスケースって結構やっぱ厚みがあったりするんですけど、まあこれはほとんど、まあね、普通に iPhone のバンパーと、後ろの背面のミラーをつけただけ、そんなにほど厚い、厚みはそんなにないですね。普段はこのモニター、モニターのこのカメラで撮ってます、これ、ちっちゃいそんなケースです、はい、これは iPhone6 だけです、iPhone6 限定です、 iPhone6 限定、です。こちら今日紹介するのは、アイデンティティの、バックミラーケースでした。はい、はい、では収録いきます。ジェシュシュのアップバンクアクセサリーのコーナーなんですけれども、記事の方でも、連動してやっております。記事にコメントができるようになっております。コメントしていただきますとプレゼントが上がります、今週のプレゼントはチキン、あ、レターセットかな、あの封筒とお手紙のレターセットにファイル、専用ファイル、そう、今言った通り LINE 名前ありますよね、なんとか、ジェームズ、あのなんかイケメン系みたいなね、ジェームズ、あのポールが昔それのコスプレしてた、あの 見たことあります記事、ポールさん LINE ね、LINE 担当だから、ですよ。これが当たりますのでぜひコメントいっぱいしてください。あともう一つお知らせ、もう二つみたいな、もう一つお知らせです、17時から18時の間にアップバンクストアで大変お得なセールを行っております。半額以下の大変お安い商品もございますのでぜひチェックをお願いします、はい、こういう使い方したらダメですよ。ダメですよ結構ね、チカチカですからね。チカチカしますからね、はい、本日ご紹介したのはアイデンティティのバックミラーケースでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。